はいどうも、ボブチャンネルです。はい、今日も、え、お酒飲んでみたシリーズ、え、やっていこうと思います。本日いただくのは、朝日から出ております、スラット、アロエホワイトサワーでございます。えー、こちらはアルコール3%の商品となっております。えー3、3%といえばもう私の世界ではもうほぼ中数ではないかという、あの、いつもの <laughs> 感じでございますね。はい。で、こちらはな、合わせましてあの、スラット、あのー、 糖質60%オフという、なんかとてもカロリーが低そうなコメントがついておりますね。はい。そして、アロエベラが入っている。これもまさになんか私の中で健康飲料ではないかというレベルですね。はい。も、ま、う、あ、あんまりお通知もよろしくないので、なんかアロエって聞くととてもお腹にいいようなあの気がしてなりません。はい。とりあえず、あの、なんかアロエが入っているらしいので、ちょっと逆さにしたりしてあのいただいてみようと思います。 はい。ワンハンドが、ま、決まりました。はい。えー、じゃあいただいてみようと思います。 これあのすごく甘く、まあ、感じるのは、まあ、甘味料系のあれだと思うんですけどもホワイトサワーいいですねこれまだ飲みますよあのホワイトサワーというだけあってちょっと中見ると,ちょっと白みがか,かってましてね、はい、あのなんかアロエのなんか細かいのが一緒に入ってくる昔でいうと小粒を飲んでるって感じですかね古い話ですけども いや、これぐいぐいいけましたね。もう全部もう3回で飲み終わってしまいました。はい。あの、甘さもあるけど、まあ、それは甘味料だと思うんですけども、あの、カロリーが低い、えー、アロエが入っている。もう、これは、やっぱり、言った、最初に言ったように、健康飲料です、私の中ではもう。このなんか女性向けというか、なんか、お酒の間口を広げるというような、これはぜひとも、ほろ酔いに買っていただきたい。 以上ですご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価低評価コメントなどよろしくお願い致しますまた次回の動画でお会いしましょう